地域にいるなんとやらだな。ここで吸えろ。こりゃ油断できそうにねえってばよ。ここが最深部みたいね。あれ？あそこに何か落ちてる。これっては、区内？そうね。なんでこんなところに落ちてるのかしら。なんでだろう。ただの区内なのに、なんか、大切なものに、思えるってばよ。僕はどう見てもただの区内にしか見えないけど。でも私も気になるのよね。さくらちゃんも？うん、うまく表現できないんだけどね。そこまで気になるなら持って帰ればいい。見たところ別に罠というわけでもなさそうだしね。そうですね。言葉にはできねえけど、なんでかあいつに繋がってるような感じがする。サスケ、戻ってきたか。まずは報告を聞かせてもらおうか。そうか、発見できたのはそれだけだってばよ。残念ながらこれだけではどうしようもないな。そうですね。今回の任務はここまでとする。みんなよくやってくれた。はい。サスケ君のこと何かわかると思ったけど、残念だったわね、ナルト。あのさ、ばあちゃん、そのくらいもらってもいいかな。これをか？突然どうした？いや、ちょっとその区内ってば気になってさ。まあいいだろう、こいつから情報は引き出せそうにないしな。サンキュー、ばあちゃん。おかしなやつだ。さて、それではお前たちはこれで解散だ。ご苦労だった。はい。この区内、なんでだろうな。あいつが使ってたような気がすんだってばよ。サスケ、どんなに離れても俺は絶対捕まえてみせるからな。ちょっと頼まれ事を受けてな。頼まれ事って？探し物だよ。
どっかで落としちまった思い出の品を探し出してほしいってな。ふーん。結構大変そうだよな。俺も手伝ってやるよ。俺一人でも十分だが、たまにはお前と組むのも悪くねえな。で、手順はどんな感じで進めるんだ？落とした場所って分かってんのか？いや、それが全く分かってねえ。お前、仕方ねえだろ。落とした本人も全く覚えてねえんだからよ。だから地道に探すしかねえ。いろんなところに足を運んでよ。オッケー。目的のものがある場所に近づけば近づくほどはっきり匂いを捉えることができる。少しずつ範囲を狭めていけばいつか見つかるって。そうだな、やってみるか。ちなみに匂いはこの先からしてる。まずは里から出ようぜ。わかったってばよ。そんじゃいろんな場所に行ってみるか。ナルトさん、新しい手紙届いてますよ。おお、待ってました。どれどれ。喜んでくれたみたいだな。よし、この調子でまた返事を書くってばよ。はい、お任せください。ここだな、ナルト。あとはこの辺りをくまなく探すぜ。目的のものは近くに落ちてるはずだ。よっ。場所へ行ったな。ありがとう。この恩は絶対に忘れないよ。ナルト、俺も一応礼を言っとくぜ。
俺もな。お前と一緒に行動するのもなかなか悪くなかったってばよ。案の編成、どんな編成にするんだ。もし、はっ、ばあちゃんってば、どうしたの。いや、なんでもないよ。あー、ばあちゃんの態度、気になるってばよ。さくらちゃんに話を聞いてみよう。ナルト、ってあれ、長次もいる？ちょっと、今度の任務について話をしてたんだ。で、あんた、私に用があったんじゃないの？ああ、そうそう。あのさ、綱手のばあちゃんのことで聞きた…師匠のこと？というわけで、綱手のばあちゃんが元気ないんだけど、理由って知ってる？もしかしたら、疲れが溜まってるのかも。あれ？ばあちゃんが？このところ仕事の量が半端じゃなかったから、さすがの師匠も疲れたんじゃないかしら。へえ、そりゃ大変だってばよ。私もどうにかしてあげたいんだけどね。だったら甘いものを食べるといいよ。甘いもの？なんで？甘いものには疲れを和らげる効果があるからね。おかげさまにとびっきり甘い食べ物をあげたら喜んでくれるんじゃないかな。甘いものね。綱手のばあちゃんにはいろいろと世話になってるし、ここらで借りの一つでも返しておこうかな。それなら私も協力するわ。面白そうだし、僕も行くよ。サンキュー、さくらちゃん、長次。甘いものっつったら団子屋の姉ちゃんに聞くのが一番だな。よし、そんじゃ行ってみるってばよ。何かご用ですか？あのさ、とびっきり甘い団子を買いたいんだけど。ごめんなさい、実はもう売り切れちゃったんです。本当にすみません。なあ、どうにかならないのか？そうですね、とびっきり甘いのが欲しいなら。何？なんかあんの？砂隠れにとても甘いアイスクリームが売ってるそうなんです。長くれ遠いね。でもそのアイスを持っていけばばあちゃんすげえ喜ぶかも。行く？ああ、行くっきゃね。うん、それじゃいざ砂隠れ出発だってばよ。
に甘いアイスが売ってるって聞いたんだけどさ、知らね？ほほう、私のアイスもついにこの浜で名が広がりやしたか。嬉しいですね。え、あなたがアイスを売っているんですか？ええ、数ヶ月前から始めた商売でして、なかなか好評なんですよ。あのさ、俺たちもアイスが欲しいんだけど。いくらですか？いやいや、お代はいただきやせんよ。その方には以前大変お世話になりやしたからね。え、いいんですか？はい。サンキュー、おっちゃん。アイスが溶けねえうちに木の葉に戻るってばよ。ばあちゃんとこに向かうってばよ。ばあちゃん。なんだ、みんな揃って。ばあちゃんってばすげえ疲れてるって聞いてさ、アイスを持ってきた。あ、アイス？疲れてる時は甘いものが一番で、長寿から聞いて砂隠れから持ってきたんです。砂隠れだと？道理でドロドロになってるわけだ。さあ、ばあちゃん食べてくれってばよ。美味しいですよ。さあさあ、師匠。勘弁してくれ。逃げた。どういうことだってばよ。ナルト、どうするの？どうするもこうするも、せっかくここまで苦労したんだ。ばあちゃんには絶対に食べてもらうってばよ。それじゃすぐに追うわよ。まだ遠くに行ってないと思うわ。追う。Thank you.
見つけたってばよ。俺たち必死に持ってきたんだぜ。少しでいいから食べてくれよ。私は甘いものは嫌いでね。お前たちの行為は嬉しいんだが。そうでしたっけ。師匠いつも甘いお菓子を食べてますよね。さくら、そのツッコミは余計だ。さあさあ、絶対美味しいからさ。だったら交換条件だ。は？私と勝負してお前たちが勝ったらそのアイスを食べよう。だが負けた時はおとなしく引き下がってもらう。なんでそうなんのかわかんねえんだけど。どうした？やるのかやらないのか。しょうがねえ。そこまで言うならやってやるよ。絶対にアイスを食べてもらうからな。分かってきな。すまなかったな。これは例だ。お前ありがとうございます、師匠。ああ、私は少し用があるから。お前たちはもう行っていいぞ。お前たちのおかげでだいぶ疲れとやらが取れた。よかった。そんじゃな、ばあちゃん。砂出様、分かってます。もう虫歯があるから食べられないって、なんではっきり言わないんですか。仕方ないだろう。あいつらは私のために
アイスを用意してくれたんだからな。綱手様。でも元はといえば綱手様が歯の治療を拒んだのがいけないんですよ。今日こそは歯の治療を受けてもらいます。いいですね。分かってるよ。いいことをした後ってすがすがしいってばよ。うん。そんじゃ俺は他のとこに行くか。さくらちゃん、長次、またな。またね、ナルト。ナルトさん、新しい手紙届いてますよ。おお、待ってました。どれどれ。喜んでくれたみたいだな。よし、この調子でまた返事を書くってばよ。なあ、この手紙をまた頼んでいいか。はい、お任せください。